ジャスティン・ルキング角度がありました。西川最後手が出ませんでした。まああの辺のコースですよね、はい、おそらく相当低く見えてますし、まあ、しっかりとキャッチアップしていきたいワンですが、これも打ち上げました。サード佐藤龍生声を出しています。これでやっていきたいということ言ってましたのでね。これは高く上がってセンター伸びがありません。金子裕二落下点掴んで3アウト。さあ上間が出てきてファイターズもワンツースリー三者凡退に39歳の鶴岡、あっとこれは5-4-3とメリーゴーラウンドダブルプレイ。上間がしっかりとここに来て非常にいい打席が続いてますよね、うん、ただこれは止めたバットキャッチャー岡田一塁送球、しても入れれるで結果残せばレギュラーとしてね取れるということで、ショート山田が軽快にさばいた。3イニング目も1、2、3に抑えています。2&2空振り三振待っています。ちょっとワンの状態は、まあ、心配になってきますね。まあ、そうですね、まだまだ、やることは多い感じがしますよね。変化球できましたがストライク入っています。まあ、あの清宮選手、はい、やはりねこう打率これはライトへの打球伸びませんか。若林が落下点にいます。掴んで3アウトでゲームセットです。今日は6対1でライオンズが札幌ドームで勝利。